はいみなさんこんにちははいこんにちは、えー、京都にお住まいの能楽師松野さんと私、えー、ドイツに住んでいるオペラインスカツリアンナエツコでお送りしている納刀オペラ対談ですいつもご視聴いただきありがとうございますありがとうございます木曜日に松野さんの方の youtube チャンネルで日曜日に私の方の youtube チャンネルでえっ、ー、と毎週2回、えー、放送をしていますい音声ブログの方でも音声プロあのポッドキャストの方でもえっ、ー、と8 配信しておりますので、あの皆さんご都合のいい方で聞いていただけたらと思います。はい。あの五、ーはい、月ね、私1週間あの集中オペラ講義っていうのをやらせていただいていて、あの二日間連続で、はいえー、この道はっていうあの山田耕作さんのあの歌曲があるんですけど、知ってます？日本の曲。 この道はっていうあ。はい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 。うん、あれをねテーマに、えー、授業をして後半は講義でねあのオペラについていろいろお話ししたんですけどその、うん、なんでオペラの講義講座って言ってんのに日本歌曲みたいなご質問があったんですけどあの、音楽的に表現をするとはどういうことかとかその、うんうん 感情を込めてそのさらにこう表現力を深めるにはどうしたらいいかみたいなそういうクラスを、ねうん、させていただいたんですよ。で、うん、あのクラスの中で私結構いろいろこうビジュアル的なことを言うんですよ。音,音を歌,歌っていただくんだけどなんかこう色はどんなですかとかこうど,んな表現表どんな空気どんな道が見えますかみたいな話を結構するんですけど。 あのこう共感覚っていうのがあって、うん、その歌う人が実際にその歌ってる「この道は?」って言ったら「そのこの道」って言ってる時のその道のイメージがすごいクリアに思えてて歌う人と。 全然イメージがなくてた,ただたー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 ってリズムに合わせてあただ歌詞がこ,うこの道はってついてるからって言って歌う人で歌うとこう何か伝わってくるものが違うんですよ。でこれも明らかであのズームを通してもそのなんかこうなんかこう第 6, 6感覚みたいなのが何となくこう伝わってくるであ引き込まれるように聞こえるみたいなのがあるんですよね。でそういうのって脳でもありますか あのね、えっ、ー、と何、うん、て言いますかねそのうーん実際、うんえー、僕がこう調べたというかねそういうのはないんですけど、うん、僕がやってる肌感覚で言いますとうん、うん、あ,のありますよね、うんまあ、フ節っていうのは例えば音の上がったり下がったりなんですけれどもこれをその上がったり下がったりからアプローチをかけるとすごく難しいんですよね。 うんそうではなくってこの言葉はこういう風な意味合いの言葉でこういう風なシーンだから勝手に上がっていく勝手に下がっていくっていう風に理解してもらった方が早いです。 それはは早早いいいととうのの覚えるのが早いってことですか、まあ、あのお稽古してるときに僕はたまに言うんですけれども、うん、ここはもうなんて言いますかこういうふうな感じなのでここはもう勝手におのずとこういうふうになってきますっていうふうな、えー、感覚で,で僕らも結局のところイメージの世界なんですごく、うんうん、歌いを覚えるときにイメージをつけるんですよね。でそのイメージをしたときに一番理想はね自分でイメージして上がってくるよね本見たらやっぱり上がってたみたいな。 <laughs> そのなんかこの上がってくるよね下がってくるよねって、まあ、これはもちろん自分の中であるその経験則もありますし、えー、いろんなものが完備されてくるんですけれどもでもお音は後付け、うん、文章イメージこっちの方が大事っていうのは、うん、あの思ってます。うん、<laughs> ですよね。 その文章をイメージするときにどうやって生徒さんにお話しされます、うん、どうやって、まあ、だから今のシーンはこういうふうなシーンですね、それこそね、つ、あのーえー、りさんの得意の、あのーえー、と1行に 2, 2、30分かけるということはまずないんですけれども、<laughs> あのえーまあ、ざっくりな話で、えー、お話をします。<ー> 私、結構ね、実はね、レッスンでも本当に下手すると1行に2三30分かけることがあるんですよ。この道、来た道っていう歌詞があって、この道ってどんな道っていうまず話が、はいつか来た道っていう時に、ああ、いつか来たわーっていうのか、いつか来たかもなーっていうのじゃ、こう、感受性が全然違うじゃないですか。はいはい、でそれをういうふうに 思ううううののかかかっていうかどういいい風に歌いたいのかみたいなところでも全然こう表現方法が変わってきてしまうっていうかで面白いなと思うんですけどねそれを舞台でやっぱりそういう,うにこうにきちっと理解をしてっていうかこういう風に思ってこの道っていう言葉を発するのか「いみち」っていう全然イメージがないけどなんかこ「この道」って書いてあるから読まなきゃいけないから読むっていうのと全然違うかなと思っていて。 それでこう、うん、伝わるものがあるなっていうふうに私は信じてるんですよ。で、うんうん、共感覚っていう言葉ご存知です。シネステジアっていうんですけど、英語だと。えっと、共っていうのは共調の共ですかあの共通の共。はい、重回って力3つ。うんこういうやつ。あの、<え>共に生きるの共ですね。<laughs> あ、はい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 。あ、分りましかりました。はいはいはい。 うん,う,んうん、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 はい、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 は共感覚、うん。ね、あの、うん、人間五感あるじゃないですか。あの、はい、視覚、聴覚、嗅覚、あの触覚、味覚。で、この五つの感覚が一つだけに、こう、今普通だったら、こう独立してますけど。これと、その違う感覚が、こうくっついてる。人のことを共感覚を持ってる。それを共感覚って言うんですよね。 私なんかは音を聞くと聴覚なんですけど目がねものが色が、色が見えたりとかこうビ,ビジュアルが見えたりとかするんで私は視覚と聴覚が非常に強いんですねこう結びついてえっ、ー、で実は昔ねフルートを吹いていて指揮者だった頃に全員全員こうに、人間ってものは音を聞いたらものが見えるんだと思ってたんですよ。 である時いや見えない見えないって言われてえー、これ聞いても見えないのっていうところから <laughs> その私が聞いて見えるものをビジュアル化する仕事に就くにはどうしたらいいかって言ってオペラの演出っていうのを見つけたんですけど私にとってはその素晴らしいっていうか感動する何かこうすごいすごいこうエネルギーをもらうっていうのは音楽の場合は結構こうあビジュアルがすごいクリアに見えるなっていう時にすごい感動するんですよね。 でその実際に見えなくても何かこうそのオーラみたいなのはあのいずれにしろ感じられるんじゃないかな他のあとそのまだ私みたいにそのクリアに色が絵とか色が見えなくても何かこう伝わってくるなっていうのはありますよね。あ、うん、ありますありまますす ありますよ、ね、なんかお能を見させていただくときにそれ私実はすごく強く感じてあのお能って本当シンプルじゃないですかなんか照明もないし、はい、舞台セットも特にその毎回違うってことじゃなくて本当にシンプルな待つしかないしでその中でこうなんかこう同じ舞台なんだけどこううわーって何かこう、うん。うん 引き込まれて、うん、思わずなんかこう照明がちょっと少なくなったんじゃないかって思うような感じに引き込まれるみたいな時、うん、っていうのは <laughs> あのその演者さんも何か見えてらっしゃるのかしらなんかやっぱり演,じ演技をする時はやっぱり何かやっぱりそういうのを見てやっぱりやってらっしゃるんですかね。あの何て言いますかね、うん、頭の中の構造なんですけれどもその全部頭の中が全部そういうものを想像してるかって言ったらそうじゃないと思います。 その頭の中のもちろん、うん、うもういろんなことを考えなきゃいけませんやんかその、えー、と演者として出ている時は極端な話、えー、とセリフを忘れたらどうし,し,したらあの忘れたらあきませんしで表かけたらその。うん 視界の狭い中での情報を処理ししななきゃいけないしっていけろんな情報を処理していかなきゃいけないんですけれどもその中の1箇所どっかは必ずその今のと部分の、まあ、場所はここは何どこそこっていうならば海岸ならばその海岸を想像している機能がどっかにあります頭の中の。うん、でもっと言うと僕の理想は匂いが伝わると最高やと思ってるんです。 うん、あのー、えっと、一番遠い存在ですね。その舞台上と匂いって。それはその共感覚で、あのー、松野さんは、あのー、嗅覚がすごいんじゃない、す鋭いんじゃないですか。かもしれないです。割と匂いは、うん、うん,うん、うん。あのー、それこそ、あのー、この匂いはいつか匂いだ道みたいな。うん、<laughs> 感覚はよくありますね。うん。うんうん あのそう嗅覚の方もいいらっしゃいますねこういう匂いがするっていうのが、まあ、それが空気感っていうかそれでも本うん。だから、えー、と磯海岸ならば海の匂いが、えー、する舞台をしたいと思いますし山の中ならばあ木々の匂いがする舞台がしたいと思いますしでもっと言うならば人間のおなんていうか人間の中の舞台 中を表現するものならば、うん、人間臭さみたいなもの。が出てきたらいいなとは思います。なるほど。あのう、元、うん、松野さんは嗅覚の方が優れてらっしゃるんだな。きっと多分そうやと思います。僕はあんまり音感覚はないので。うん、<laughs> あのないって言ったら変ですけど、あのあんまり耳は良くないと思います。うん、まあ、でも、お歌は素晴らしいですけど。でもね、なんかね、音はすごく苦手ですよ。 うん,うんうんそうかそうなんですそれはなんか、えー、僕自身の中ではずっとコンプレックスですああそうなんですか、えー、そうですそうですその先には回れるときと歌うときだったらどっちがいいんですかまああの回ってるときも歌ってますからねうん,そう,うんーん歌いのない舞台はないのではい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 、うん、前がない舞台はある、ね、ありますよね自由体でい言っているときとかそうですそうですうん、うん あります、うん。でも舞う時は嬉しいなっていう感じになりますまんえ、ま、舞うシーンがある時はやっぱりそのまあまあして,してだからっていうのもあるけどもあのこう舞うシーンがたくさんあるあの作品とかだとちょっとこう、楽しいなとか思ったりとか逆その逆とかはあるんですかいやあんまりそのその曲に対して、うん、えっと きつ,いきついって言ったらんですけど楽しいずっと楽しいっていうこともないですしずっとしんどいっていこともないですわ、うん、割とずっと同じような感じでやってますよ、うん、その感覚はあんまりなんかあのブラスというかしたくはないなと思ってますプ、うん、ラスって何ですかブ,ブラスっちゃ楽しくやるとかっていうのもないし、っていう感じですね。<laughs> その,いやその演技をしているところで満足するというかそういう意味の楽しいということなんですっははって笑う楽しさってわしいうんじゃなっと終わってからかな終わってからこれ楽しかったなと思う時ありますねうん、うん、これよかったなって思う時あるんですけどやってる最中はそんな思わないです,思わないですよそこまで,処理しきれてないですあなるほどなるほどなるほど、うん、たでもね,あのね逆はあります うん、逆はってね、昔ね、20代そこそこぐらい20、20歳そこそこぐらいですわ、の時にね、やってる途中で、一体俺は何をやっているんだっていうね、なんかね、もう、あのなんかすごいネガティブな感じになった時ありますよはあり冷静に完全に戻ってしまったみたいな。うん うん、だからななんだろうな、これはれは面白くないぞ、なんでやろみたいな感じでね、何を俺はやっているんだ、でも曲は覚えなきゃいけないですから、うん、そういう感覚になったのは、1回だけありますね。へえ、なるほど。うん、なんか特別大きな理由があったわけでもなく、ふっとううまあ、多分ね、難しかったと思います、はははその年齢でするには。 なるほどしてなんですけれどもその曲の理解度がかなり低かったと思います。ああっていうので何かこう、うん、全く面白くなく終わっていったっていうのはありますね。でもそれも経験でよく覚えてることが大切かなとは思ってますけどね。演技をしてるにに範囲になって でそのまんまこう舞台を譲られる人は幸せだなと思うんですけど、私は結構範囲にならなくて、冷静な自分が脳みそにいることが結構多いので、舞台に立つときは。なんで、それはね、<や>あれですわ、うん、脳の場合はいわゆる利権の権というのであの、常に冷静に自分を見ている自分がいる必要であるってゼアミが言ってますので、あそうですかへだからもう感情が入り込んで、もうどうしようもなくなるということはまずないです。 ははははははい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 、はい、うん、まああのー、完全に入り込みすぎて何もあると見えなくなっちゃうと危険ですからねなんかある程度やっぱりその、うん、一つどこかに利性な部分があるのは必要かなとは、うん、あのオペラでも思うんですけどね<う>ただその利性なところが多すぎると多分あのー、オペラだとあんまりこうそういうお客様に感動を与えるようなこう空気は出てこないのかなというのも思いますよね。 ノンもそうなんですかその結構こうクラシックの音楽家だと舞台に出てる時に結構かなりこうハイになっていて多少間違えたりとかは全然気にしないで逆にこう自分がスポットライト当たってお客さんに見てもらってるみたいなそれがもう,こうなんかこうすごい快感みたいなあのこう音楽家が多いんですけどオペラ歌手だけじゃなくてピ、ねうんうん、アニストとかそういうのも含めてどうですか の場合はいやそこにそこはあんまりないんじゃないですかねそのなんかうん常にやっぱりいろんなことは考えてますから、うん、なんかちょっとお感じとしてそこまで目いっぱい振ってるということはあんまりないと思いますわ。 あのただ歌うだけじゃなくて、そこにこう感情を乗せ,せるっていうことをやっぱりしているってことですよね。そう,そうです、そうです。だから、えーとまあ、言ったらねあの見えている機能、体とか頭とかの、の、まあ、いわゆるあの非常に表面的な機能じゃなくって、うん、頭の、ね、中の方をなんか使ってるイメージなんですよね。だから、頭の中の方で非常に自由な世界があるんですわ。わうん、うんうん うん、でだからあんまり別に表の方に出さなくっても自分の頭の奥の方で何かねここの世界,観世界がこの、えー、解き放たれてる感覚があってうんそれはあのー、逆にあんま表面的に出てこないですね。うん、だから楽しいという、うん。解き放たれる感覚っていうのをちょっともうちょっと説明していただけますどうどういう感覚なんですか 頭のもうねだからね何て言いますかねその、えー、まあ僕がひねくれてるのもあるんでしょうけれどももういわゆるよ,よく言われている解説みたいなのありませんか脳の解説うん、うん、この人はこういう人でここからあのこういうふうな理由でこ,ここに現れてきたみたいなとは全く違うことを考えてる時あるんですよね。 うん。みんなお話を作っちゃうみたいな感じですか。さあ、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 さあ。でも、自由でせん。ここは。自分の中の、ここは。うん。でも、それって大事じゃないですか。なんか、こう説明されたまま、鵜呑みにするんじゃなくて。そこを自分なりに噛み砕いて、自分の中で消化して。こう、うん、自分でイメージが湧くって、すごい大事じゃないですか。 まあ大事かどうかというよりも僕はあのそこに自由さを求めてますね。だから誰にも言わへんし、もう自分の中の自由さですよね。すごい重要なことじゃないですか。それを持ってなかったら逆にそういうオーラみたいなその空気みたいなの出てこないと私は思ってるんですけど。うん、どうなんでしょう。そこ,そこら辺についてね、あんまり僕らもあの人と話したことはないので。ああ、そうなんだ。うん。うん 逆に言えばね、<ず>そこ、うん、恥ずかしいところですよね、自分のこう隠してるところなんで。<laughs> そうですよ、ね、なんか、その音楽の世界でも、まあ、今回生徒さんとかと話をしてたんですけどこういう、そういうことをやっぱり話す機会がないし、そういう議論する場所もないし、先生にも教えてもらうこともない。で そういうのがあるっていうことすら知らないっていう人たちもいるわけなんですよね。感覚的に天才的にというか教えられなくてもできる人もいればやっぱりそれがわからないからいつまでたっても音楽的に歌えないっていう人もいてですねその難しいところなかなか意外とこうあなんかすごいそばにあるような世界なんだけど意外とそこにこう入っていく。 行かないのかなっていうふうに思ったりして、面白いなと思ってる。なんかね、うん、あのえっ、ー、とちょっと遠くなってしまうのかな。まあ僕のね、あの思ってること常に思ってることってえっ、ー、と自由と工夫なんですよね。んん <laughs> 自由っていうのはもうそのいわゆるさっき言ったの頭の中の自由ですよ。この頭の中の自由さがあれば工夫ができるんですよ。 <laughs> で工夫も別にその、えー、と実際にあのー、舞台上でうんぬんの話だけではなくって、うん、もういろんなところでいろんな工夫ができるわけです。うん、でこの自由と工夫ができるのがです、ねえー、と今のところ僕はノートキャンプなんです。<laughs> <laughs> <laughs> という、うん、ことに最近行き着いております。<laughs> なるほど,なるほど <laughs>、ええ キャンプの方を引き続き続まあでもね、あの趣味が他にあるっていいことですよね、う思うんですそうですねで、それもなんかただ単に、えーとまあ、マニュアル的な、うん、ここはこうしなきゃいけないみたいなもんじゃなくて、もう自由にもうなんか全然違うところで買ってきたものを使って何かするとかね、うんえー、そのへんはもうじじ常に自由と工夫を追い求めております。うううんんんはい <laughs> ございます。はい、はい。ではまた次回えーはいろいろ聞かせていただけたらと思います。はい。またよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございました。